半間岩先生です。ちょうど買うところ成功しましたね。ここのとこなんだけど、南アフリカランドの通貨国、ここでね売ったんですよ。で1万ドル約130万ですね、ぶっ込んだわけです。130万、証拠金があるけど、で3250円かける400倍でね、130万なんですけどね。で、ここのとこぶっ込んだ、このシグナルからちょっと遅れたんですけども、上に上がって下がるだろうと、ね、思ってここで投資したら、今3500円ですね。で、このまま落ちるんじゃないかなということですね。ドゥルドゥルってね。このところぐらいまでは見ようと思うんですけどね。で最大ピーク4801円まで行きましたね。徐々に押して、これは、売りですから スワップ金利が働くんですね。さっきね、関税局ですか、国際関税局の方から、サンディプリンターの、輸入ということでね、確認のチェックがありました。結構拳銃とか作れたりするんでね、結構審査があるみたいですね。外国からいいものをサンデープリンターを注文したんですけどね、アマゾンさんでね、プラスチックを作る用のやつなんですけどね、それを購入させてもらったんだけど、大型で40センチまでの大きさまで作れるんですね、幅が。でそれを買ったんで、関税局から確認のチェックがございました。別に拳銃を作るわけじゃないからね、大丈夫だと思うけども、審査が結構厳しくなってるようですね。で、話変わりまして、この、4300円来ましたね。いい感じですね。こうですね、このシグナル私の方は 70% なんです、勝率ね。ただスプレッド、利益差ね、幅で FX で稼げるんで、幅はそんなにないんで、いいところですね。はい、まあ4600円まで稼ぎました。今日投資したんですね。お昼過ぎなんでね、何時かな、ちょっと分かんないけどね、時間が違うんですね、これね。8時30分の時間帯が違うんで、日本時間とね。あ、4700円いきましたね。いいとこ買ったね。ちょっと1万ドルの買い時ですよね。これ僕の4600円の儲けだな、もうね。これでディナーが、安いフルコースが食べられるね。あ、もうすぐ4700円。あ、5000いったな。でこの音はいい音なの。5000いったよ。すごいじゃない。落っこってきたよ。あ、落っこってきた。5400円来ましたね。今、良くなるとプッパってなるんですよ。で、スワップ金利ですね、が取れると。南アフリカランドは、スワップ金利が1万ドルなんで、130万だと、1万ドル投資ですからね、これね。と、1日140円つきます。あ、今またちょっとね、上がってきたけど。ピークでね、すごいですね。これは長くね、として、として、この周期なんですよね。だって10日間ぐらいなんですよ、これ。で、15分足でしょ、これね、確かね。
何分でしょう。あ、30分ですよ。30分。これ、こういってビューンって上がったりすることあるからね。注意しないといけないけど、こういうのが難しいね。こう、ここまで上がってまた下がるっていうやつね。ピークは、これ記録つかなかったなぁ。あ、4817円で、5000個したってことだけどね。記録がつかなかったですね。そんなことで、ちょっとね、関税局のことを考えていまして、結構審査の方がしっかりしてるんでね。で、また4000円出てきたんですね。ここなんだけど、どうかな。どうでしょう。こっからどんぐらい落ちるかな。これ1レンジで約5000円ぐらいだね。5000円、1万円。1万5000円まで来たから、ちょっとこれは1万ぐらいじゃないと無理かな。ちょっとね、これね。1万円ぐらい、8000円ぐらいで、ね。切っときましょう、これね。スパッとこれ。だから、ここまでだから、ここまで1万円だからここでしょ。6000円で損切りしときましょう。ね。ちょっと待って、これだから、こう1万5000円でやって。ね。6000円で。
6000で一応損切りしていきましょう。ね、5、6000。ね、初売から出荷されたんで、ね。今度こう、6000しました。ね、あと、1000円ちょっとだけどね。ね。怖いんで、また上がる可能性があるから。うん。ね。これ、食事はされたんで、マックスとミに変わったんですね、これね。ね、これで、プラスの方。6000で、利益が吸収しますね、これね。今日の6000の利益食いね。ということでね。もうちょっと待っててもいいんだけど、今スタートしたとこだからね、こっからって計算されるんですよ。だからそれから上行っちゃうとこういう音になる、ね、まあそういうことですね。まあ4600円の今のところ買ってますって言って。